JTB プレゼンツ MLB を楽しんで観戦してもらうための企画第2弾、4日連続 YouTube 企画マックチャンネルと佐々木智也のゲスト部屋のコラボ企画となります。日本はまだ導入されてないけどさ、はい、牽制の回数とか、うんうん、ピッチクロックによって、まあ、ピッチャーはね、得て増えて、うん、だいぶ分かれてきたけども、うん、キャッチャーからしたらこのルールどうなの？だから自分の能力と今の立ち位置によるっすね、うんうんうん、もしレギュラーバリバリレギュラーの時だったら首振られないから面倒くさくなくていいですよね。そういうことね、はい、そういうこと、はい、もう首振れないじゃないですか。確かに確かに時間ないから、うん、もしピッチコムがあれば、まあ、ちょっと分かんないかも分かんないですけど、うん、もしなかったらもう絶対首振れないじゃないですか、うん、だからもう絶対的なレギュラーの時はもう楽でいいですよね、うん、だって言った通り絶対投げてくるんですから。でもまだペーペーだと確かにね、あの全責任こっちに来るから、確かに確かに確かに、いやそこまで背負わされてもっていうのもあるし、あともしピッチコムがあったとしてピッチャーがサイン出してくれたらこんな楽な話ないですよね。そうよね、だってもう責任僕の責任ないんで、うん、もう全部あなたの責任なるんで、まあ僕は楽でいいなと思います。あの責任が回避されるんで。僕ピッチコムすごくあのアマチュアにいいなと思う、うんうんうん、結構あのプロに入ってくる子でもあんまり配球考えない人多いじゃない、うんうん、あれあのアマチュアの時には自分からこうサイン出せるように、うん、ボールもらった投げてそのもらうまでに次の球、うん、でその次ぐらいも考えないとダメじゃない、うんうんうん、それをねやっぱキャッチャー任せの投手が日本の投手多いかなと思うんだけど、いや多すぎるっすよね、何も知らんすもん本当俺まあまあ丸く話収めようとすんねんけどぶっ壊すかまあまあだからあのミーティングでも、うん、じゃこのバッターにインコースとなった時にいやもうとにかく高低どっちでもいいと、うん、コースきっちり来てくれよなのか甘くていいんやと、甘くていいからもう強い球ね、こいつはもうインコース甘くても打たれへんから、うん、厳しく狙わなくてもいい、うん、甘くてもいいのか厳しく狙わなきゃいけないのかっていう時にミーティングであるわけじゃないですか、うんうん、何も知らないでインコースのサイン出るだけで厳しく投げてくるんですよ。いや甘くていいっつってんだろ確かに そういうところとかも理解してない人たちいるんで、うん、あのだから全部こっちが考えなきゃいけないじゃないですか、うん、だから僕はもう首、逆に言うと首振ってくれるやつの方がありがたいんですよ、うん、その意思が分かるんで、うん、もう首振らないやつがだからもう信頼関係できてもう長年バッテリーを組んで首振らないんだったらいいんですよ、うん、でもまだルーキーとか1、2年目来たばっかりで首振らないやつ一番嫌なんですよ、うん、それ分かるわ。あの納得して投げてくれてんのか、うん、首振れないから仕方なく投げてきてんのかが分かんないんで、多分そっちよね、うん、だからもう首振ってくれればこっちを勉強するから、うん、あこういう時にはこういう球投げたくないんやとか、あこういう球種は不安あるんだっていうことができれば次そういう風にやらないようにできるじゃないですか、うん、でも全部なんかうんうんうんみたいに投げてきてくれるとあで、うん、いいピッチングしないと、うん、いやどういう感情なんやろって思っちゃうんですよでもそう考えるとアメリカはいいですよね、感情をむき出してくるじゃないですか、ピッチャー感情めっちゃあるじゃないですか。そうむき出しにしてくるし、やっと日本もあの140試合ぐらい2軍でも戦うでしょ、はい、あの当時なかったでしょそんなに、はい、70試合ぐらいだったでしょ2軍で、今は100試合ぐらいですかね、それでも100試合ぐらいですか、はい、だからアメリカってマイナーで140試合積み重ねれるからさ、うん、5年いればかけるね、それで700試合ぐらい経験値になる、うんうんうん、その中でやっぱ自分のその投球スタイルっていうのを見つけれるわけ、うんうん、だからすごい難しいと思うね、ポスティングで日本で活躍していくじゃない、うん、でもやっぱこうアメリカの野球ってここで覚えるからさ、うんうん、だから成功してる人だけ見るとあやっぱ日本の選手すごいなと思うけど、うん、成功しない人もたくさんいたじゃない、うんうん、ここを知らんのよ、うん、ここをあの勉強してくるからアメリカ人で自分で首振ったりできるだけやと思うね、うんうん、何が違うんですかやっぱりこのマイナーのこの中で学ぶことは経験不足だけですか、でも経験不足だけ、うん、だから僕もあのメジャー定着するようになったきっかけがやっぱオフってトレーニング、はい、ずっとしてたんだけど、うん、経験不足やのにトレーニングじゃないなと思ったわけ、うん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 、それでウィンターリーグに行くようになった、プエルトリコ行ったりベネズエラ行ったりドミニカ行ったりしてね、うんうんうん、で1年中野球して、うん、そしたら対戦相手がもうあのそれこそ WBC のああいうドミニカ代表みたいな選手と冬戦えてさ、うんうんうん、
で抑えたら自信になる、うん、でそのまんまキャンプ突入して、うん、ちょっとずつ良くなっていったの、うん、だからやっぱ経験やと思うんだよね。実践に勝るものなしってよく言うじゃないですか。本当本当そのくせ実践しないんですよね確かに日本ってこうことわざどこ行ったんやっていう。ですぐ言い寄るんですよ、うん、怪我するんでって。もう怪我してもいいんだよっていうこれどうですか僕のこの意見。いやまああのね土星論僕どこでも言ってるんですよ。もう何にももう怖さなく、うん、あの怪我したらどうするんですかってよく言うんですけど、言う言う、ね、あの下手くそは怪我してもいいですって言うんですよ、うん、どうせヘボいんだから使えませんって言う、うん、だからそれだったらあの怪我するかもしれないけどハードワークして上手くなる可能性にかけろって言うんですけど、でこうもうそっちの方が優しいのよ、うん、きついけど聞いた感じきついけどほんまは優しいね、うん、その選手のことを思ってこの意見が出る、うん、アメリカはそれ言わないから、うん、あそうなのじゃあ投げなくていいよ、うん、パッて終わっちゃうからさ、うん、そのシビアさはやっぱ日本人持てないよね、うんうん、だからアメリカはなんかみんな日本の人がアメリカは教えないとか、うん、自由にやらすとかって言うじゃないですか、うん、でも僕の理屈で言うと無限に人来るから、うん、それ教えなくても自分でやって誰かほっといても出てくるんですよね。正解。だから教えない、その代わり切るのも早いよと思うんですけど、日本は70人を30人の1軍の選手にしなきゃいけないから教えなきゃなりませんよって思うんですよ、うん、でしかも日本ってすぐ首切らないじゃないですか、うん、シビアさないじゃないですか、うん、シビアさないくせにアメリカのシビアさ導入してんじゃねえよみたいなそう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 、だからなんか違う側面だけなんか日本になんか伝わってますよね、うん、野球だけじゃないねこれはね、うん、なんかそのちょっと日本の社会というか、うんうん、なんかそう生活の中にもそういう風な教育的なものも、うん、が入ってきてるから、まあ、アメリカ20人住んだけどさ、いやそうじゃないよねっていうのは日本に生活してて思う、うんうん、で日本で生活してんのに要はその考え方に生きたとねたどり着いたねって言うじゃないですか、うん、お前アメリカ行ったことないのに分からんやろって言って言われるんですよお前メジャー行ったことあるんかみたいな。いや行ったことないけど行ったことある人にも聞くしかないねんっつってすぐ言うんですよ、うん、でちょっとアメリカのメジャー行った人たちが、うん、いやそっち側の意見で言うとほらなんとか言ってるみたいな、うん、いやいやいや分かる、スーパースターは自分のことやっててもスーパースターだけどヘボはスーパースターと一緒のことやっててもヘボだよっていういやでもほんまそのかぶれたりする人多いね、うんうん、だから僕がかぶれてるって言われちゃうんですよ、その言ってねえのにみたいな。それ誰に言われるの？それあのファンの人とか、僕はどこでもこれ言うから。だから要は YouTube のコメント欄でもそうだし SNS でもそうだし、僕はもうラジオでもテレビでも YouTube でもこの意見ずっと言うんですよ、うん、公園行ってもヘボは怪我しても困んないっつって、うん、って言うんですけど、お前アメリカ行ったことないの、お前メジャー行ったんかぐらい言われるんですけど。言うてくんねや、はあ、あのオリックス帰ってきた時吉井さんと一緒やったやん、はい、吉井さん5年ぐらいかな、はい、メジャー、はい、向こう帰ってきて練習試合キャンプ中審判つくでしょ日本、はい、その時にちょっとねセットが甘かったやん、はい、でボーク3回ぐらい連続取られてさ、はい、3回目に吉井さんってこうやってやってさ、はい、5年しかアメリカに住んでないのになんかなんかちょっとあの寒くなっちゃった俺がおってさ、俺でもこんなんせえへんのにマックどう思うとかって言うから、いやどうすかねとかって言ってそうそうそう、いいおじさんやっぱもうアメリカンナイズされてるんですよね。めちゃめちゃナイズされてる、うん、だから僕はそこの教えないけど切られるのも早いし、数も多いから黙っててもやるやついるし、そうそうそう、だって全部ルーキーリーグまで合わせたら1チーム400人ぐらいいますよね、いいよ規模的には、うん、まあシングル A が一つになったから昔みたいにその400人はいないけど、うん、でもあの就労ビザ、アメリカでの就労ビザが出なくてベネズエラとかメキシコで契約はしてるけどアメリカに入ってこれない選手を合わせると300か、まあ、400近くいるってなったら、それはほっといてもね、そう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 、そいつらのハングリーで教えなくたって自分でやってっていうので出てきますよね、うんうん、だからそこをなんかちょっと勘違いしますよねジャパンはね、そうそうであとすぐ休むね休む、ああ